すみません、お待たせしました。準備はできたか、二人とも。はい。よし。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。だな。さて、始めますか。うん、はい。俺も少し本気を出さないと。さあ来い。行くわよ。よっしゃー。行くぜ。これからが本番だ。行くぜ。見せてやろうぜ、さくらちゃん。よし。クラッシュ。逃げ切れるか。予選弾。捕まらないよ。先生は私に任せて。水遁水流弾の術。さくらちゃん。任せといて。逃げ切れるかな。どうだ。行くぜ。あの線弾。こいつら水遁水流弾の術。さくらちゃん、あれだ。Thank you.
成長したな。本当に鈴取られちゃうとはね。よし。やれやれ、まさかお前たちがここまでやるとはな。にひひひひ、俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもね。何言ってんのよ、偉そうに。俺の想像を超えるとは、まったく頼もしい奴らだ。なあなあ、カカシ先生から鈴奪ったってことはさ、もちろん、合格だ。これからはまた第7班として任務に入ってもらうよ。やったー。今後のことは別の日に説明する。今日のところはしっかり体を休めとくように。おっ、それじゃあ俺はこれに。やったな、さくらちゃん。よし、これから頑張るぞ。ナルト、改めてこれからもよろしくね。おう。さてと、演習も終わったし、これからどうすっかな。